はい、どうも、ミケです。それでは続けていきましょう。じゃあ、おかみさんに会いに行こうね。よいしょ。おかみさんとあとね、踊り子。おう。見つけたよ。ふくよかな赤髪のおばちゃん。会いに行こう、会いに行こう。その前にまず、踊り子に会ってきてもいいかな。お目通りをしておかないとね。失礼しますよ。踊り子ー、あー、踊り子ー、俺の踊り子ー。残念。じゃあしょうがない、おかみさんに会いに行こう。おかみさん会いに来たよ。すげえな、超携帯じゃん。自撮り。慈愛に満ちたディアンケトだね。ライフポイント1000回復してくれそう。あんたで目かけないさ。デグの野郎探してるんだ。どこにいるか知らないか。はあ、売ったな。オーブ売ったな。ありがとう、おかみさん。じゃあ、あそこの兵士ぶっ殺していくね。じゃあ、踊り子に会いに行くね。そうだな。これは揉めそうだな。これで踊り子さんにあれか、話しかけてってやつか。犬か。踊り子さんにこうちょっと裏でいいことしないって言ってもらって、裏でこうゴミ拾いとかしてもらってさこれが本当のいいことだよみたいなさ、そういう感じでどうすか。ほら踊り子。いない。あ、ここにあった。ここか。さっき子供がなんか隠れんぼしてるとか言ってたもんね。ちょっと行ってみようぜ。ダークソウル感あるな、ここよっ、割らしてもらうぜ。12ゴールドやったぜ。高いところに、あ、ここに来たのか。お、いた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 。おー、この先。うわ、怖っ。ジェット。はあ。あららららら。カットします。おいたら今。この壁沿いをゆっくり行くべしと書いてあったからな。ゆっくり行こうぜ。怖いよ。構造的に無理があるでしょ、ここ。人が住んでいいレベルじゃねえぞ、これ。え、まさかだとは思うけど。え、これ渡ってくの？本当にバランス感覚が天性のそれ。やだー。高所恐怖症になってしまうかもしれん。ほい。いた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 。なんだね、君は。私とても忙しいのだが。え、なんだって？門番やりそうな方を探して犬が使えないか考えてる。あ、行かなくちゃいけなかったんだね。はあ。漬物石。わかった。はい。壺。ここに入ってない？あった。あげる。それ、コツコツコツ、もう一丁コツコツコツ、仕上げにコツコツコツと。すげえ。おお、行かしていただきますわ。すげえ。犬じゃなかったね。お、来た来た。何してんの？お姉さん、寝なさい。夜だよ。あそこか。ここに紫紫と赤。ここに行くんだな。オッケー。こっちか。うわ、赤が目に痛い。これ割れない？割れないわ。すぐ割ろうとすんだから。ああ、これ依頼なのか、紫は。オッケーオッケー。バレる様子がないんだよな。ここで、これ右か。バレないんだよな。こっちかな。で、裏に回って、よー、デーク。はあ。はい、探してます。お、マジでこの家の上、こっから行くのかな。とりあえず割るわ。毒消しそう。この家の2階から出れたりすんのかな。ちょっと中入ってみようか。入れちゃうんだよな、普通にな。そしてタンスを開けるんだよな。おばあちゃんの網タイツあれやと恥ずかしいって言ってたね。じゃあこれは女の子が来た時に履かせよう。まず髪履くかい。ここから行けんだ俺。行けねえな。2階。あ、ここか。ほい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 。お、いいね。お金持ちエリアって、あ、こっち。怖っ。すごいよねこれね。誰にも座ってないのにね、この細い綱の上渡れる。さすが勇者ですね。俺は死にますねこれね。お金持ちエリアに行く。あ、こっちか。おお、すごい。でデクの店右ね。何口説いてんの。こうして2人でいられるだけで僕は十分幸せだよ。君と出会えてよかった。はあ、がっかりだよ。おばあちゃん。脱獄衆は城下町の外に向かったという噂もあるが、万が一事あるからの。どう考えてもバレるんだよな。さあ、デクの店だ。おい、デクノボ、出てこい。デクパンパン。へえ、なかなかいい店じゃないか。いらっしゃい。うちで扱った品はどれも全部一流の品物よ。じゃあ一流の宝石、例えばオーブなんかも扱ってるのか。兄貴久しぶりだなデク兄貴、亀の兄貴、お化けじゃない、本物の兄貴だ。無事でよかったぞと心配してたんだよ。おい、ひっつくな、朝のでもさくらしい。たく、調子のいいこと言いやがって。この店だって俺を裏切ってオーブを売ったからで始めたんじゃないのか。裏切るわけないよ、本物だ。兄のことは一日だとしたことはなかったよ。店も兄貴を助けるために始めたんだから。はあ、俺を助けるためなんだそりゃ。だいたいもっと続やってるにしたら随分立派な店じゃないか。私、盗みの才能ないじゃね。太ってるやつはみんな商売の才能あるからな、この世界は。兄が捕まってなんとか命だけでも助けようといろいろ考えたのよ。ほっといたらどんな人をされるか。だから私、オーブを売ったと嘘ついて王様にオーブを返したのよ。あ、オーブ拾ったか。それでもらった賞金で商売始めたのよ。商売で稼いだ金は、ああ、ごめん、飛ばしちゃった。はあ。嘘偽りのないこの笑顔、守りたい。ああ、上がったよ。疑って悪かった。礼を言うぜ、相棒。デイク、とりあえず店のもの全部売っ払ってその金を俺によこせ。何？こいつできるやつだな。かわいいな。かわいいおじさんキャラが出てきたわ。さあ、じゃあ、壺割らしてもらっていいですかね。なんか、ドラクエ7のさ、4コマ漫画でさ、ルドマンのなんかの家に、ルドマンだっけあれは。7のは。ルドマンじゃねえか、名前。なんか、富豪の家に行って、高い壺を割りたくなってしまうみたいな。4コマ漫画あったのがすげえ思い出したな。お！来た来た、小さなメダル。所持するっていうことはあれかな。何枚か渡すと買えるタイプかな。交換できるタイプかな。なんか集めた枚数によって報奨がもらえるときとさ、渡さなくちゃいけないときがあるよね。妻また美しい妻をもらっていますな。羨ましい限りで。俺、デイク、早く案内しな。グレイグ将軍が南のデルカダール神殿に移して現状に戻ってる。いやー、厳しいな。おお、確かデルカダール神殿はここからなんとミーガの住んでいたイシとかいう村も多分同じ方角だな。ついでに取るか。なるほど、手間が省けてちょうどいい。早速デルカダール神殿に向かうとするか。デイク、お前も一緒に来るか。そうだな。じゃあな。やっぱホモだな。奥さんと結婚したのはあれだな。カモフラージュだな。お、なんだ。そうなの、グレイグは厳格な感じなんだね。猛将って感じだな。はい、遠回りになるが、デルカダールの丘の南側の南の裏道を抜けてデルカダール神殿へ向かう。分かった。石の村にもついでに寄ると。ナプガーナ祭りね。はあ、オッケー。ナプガーナ祭りに行きましょう。金は67しかないか。まあ、じゃあちょっと戦闘多めにしてお金稼ぎながら行こうかな。てか別にこれ上から忍び込む必要なかったよね。あそこ渡って。あ、危険だからやめろとか言われるのかな。これ正面からは行けないんだよね。南門からはね。じゃあ仮想に一回行かなくちゃいけないのか。オッケーオッケー。ここか。行こうぜ。ハロー。変態っぽいな。よっ。じゃあ。お、こっちになんか赤いマークついてる。あ、この上か。あ、この人か。ごめん、待って、飛ばしちゃった。ナプガーナ祭りにさ、町を出て南。オッケー。じゃあ、丘に行こう。こっちかな。お、いい曲だ。でん。いたか。いや、見当たらん。もう一度街の中を探すぞ。ちょっと待って。まあいいや。ごめんなさい、こっちの話です。じゃあ、ナプ川の密に行こうぜ。わかった。いいね。じゃあ、歩いてこう。密林は、あそこね。オッケー。ちょっとね、戦い多めにしてきます。ちょっとレベルが足りないとか、お金がないんでね。ルイリパ、ルイリパ。おー、ブーメランいいですね。忘れてたわ。いやー、スカラダリー。マンドラ行こう。ナイス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 。よっ、まあ仲間呼んでもね、ブーメランあるからね。リリーパー、うい。いや、ブーメランはね、野良仙人で最強だからね。モブ戦っていうのがかっこいい。そして振り向く。行こうぜ。お、いいね。布の服、うん、まあ9ゴールドくらいかな。うれい。ランタン小僧たちいいですね。ブーメランで一掃したいところ。じゃあね、一番ダメージが入りにくい C に。あ、一発だ。あ、いいねいいね。メーラ強いな、やっぱ呪文は。序盤の呪文はね、脅威だからね。あ、いいですね。お、もうレベル上がった。5ポイントか。どれ上げるか悩むな。いい、おお。振り分けません、まだ。せめて4人仲間が増えてほしいとこですね。まあ、様子見ながらですけど。お、切り株お化けだ。キリカルオーバー、あ、キラパン、ベビーパンサーいる。戦いてー。強いよ、多分こいつら。うい。そうでもないね。あ、そう、薬草使うんだよな。うい、いいよー。でもこれでおしまいと。いいですね。早くいろんな必殺技使いてえな。ギガブレイクと。キラパンは強敵ですよ、絶対。ベビーパンだわ。うわっ、ダリー、これどうしようかな。リリパットからだろうな。うん、いいね。とってもいい。うわ、結構痛い。あ、痛い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 。じゃあ A の方から倒していきます。あ、かわいい。ボロンゴ、プックル、ゲレゲレ。あと一つなんだっけ。ボロンゴ、プックル、ゲレゲレ。やっぱ皆さんは何選びました？俺一番最初にやった時は確かね、ボロンゴだったかな。その後はゲレゲレ一択になるんじゃないですかね。知らないけど。よし、行こう行こう。ぴょんぴょんっつって。ちょっとごめん、座る位置を変えますね。そしてもう20分くらい経つんだね。早いね。もうちょっと進もうか。お、じいさん。お、いいですね。何か、ブロンズナイフとかだ。防具を買ってあげたいな。捨ててこパンツ。革の鎧。革の鎧を神谷に装備させてあげたいね。どうしよっかな。素材は売りたくねえ。夢見の花は売っちゃっていいな、これ。こういうのは使わないタイプなんでね。ただ素材は取っておきたい。あと兵士の剣もいらない。ああ、二度と手に入らない系は売りません。革の鎧を神幸せベストはまあいいや。あ、スモークいる。奥に見えるスモークが。あと革の帽子も買ってあげたいな。蝶の羽売っちゃうかな。いや、戦ってまた戻ってくればいいか。あ、そうだ、網タイツとか持ってんじゃん。網タイツは売れねえから旅人の服、布の服と旅人の服を売って70ゴールド。革の帽子、とんがり帽子、とんがり帽子買おうか。あ、とんがり帽子をじゃあ主人公に装備させて、革の帽子を神に移すわ。オッケーで装備、あ、これ選べんのか。革の帽子、はい、いいね。網タイツはまあ成金ベストは必ず装備しておきましょう。 OK、 じゃあね、次この密林を攻略しに向かおうと思います。あ、ルックイン今声入ってた？ちょっと怪しいんだよね、毎回ね、収録のあれがね。まあいいや、ということで今回の動画はここまでです。時間どうなってるか分かりませんが、さあ次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。